B-47 ストラトジェット飛行する B-47E-55BW51 から2394号機 B-47 ストラトジェットはアメリカ合衆国のボーイング社が開発しアメリカ空軍で運用された大型戦略爆撃機相称のストラトジェットは清掃圏のジェット機と一体である配備された B-47E 飛行中の B-47EB-29 スーパーフォートレス、B-36 ピースメーカーの後継機として戦略航空軍団が導入した戦略爆撃機。35度の高体格を持った主翼安定性増強装置など当時最新の技術が盛り込まれた。そのスマートなフォルムはそれまでのものと比べると革新的であった。 開発は第二次世界大戦中の1944年から開始されている。開発当初は直線翼であったものの1945年5月に連合国軍に敗北したドイツの航空機研究者から後退翼の情報が手に入ったことにより設計を変更した。早くも6月より後退核を持つ設計案。 モデル450のモックアップ製作が開始された。さらに1946年5月に試作機 XB-47 が2機発注されている。初飛行は1947年12月17日に行われ、1948年より量産型 B-47A の部隊配備が開始されている。後退翼の主翼に、 ポット式にジェットエンジンを搭載している。左右内側パイロンに各2機、外側パイロンに各1機であり、計6機のエンジンを持つ。主翼は、高翼配置で、大重量の核爆弾搭載を考慮し、胴体前後に主脚を持つ自転車式の降着装置で、左右内側エンジンナセルに補助輪を持ち、着陸時にはドラッグシュートも使用する。搭載量から言って、 戦略爆撃機と呼ぶには、能力不足の感があったものの、朝鮮戦争で B-29 がジェット戦闘機のミグ -15、ファゴットを相手に苦戦したことや、冷戦の初期であり、航空機による核を含めた爆撃がなお主流であったことなどから、策は配備を積極的に進め、同盟国や友好国への供与も行われなかった上に、 朝鮮戦争にも投入されなかったにもかかわらず、当時としては異例の二千三十二機が生産された。また、b 十七のエンジンをパワーアップして四発機とする b 十六計画もあったが、1 9 5二年に中止された。レシプロからジェットへのつなぎ的存在であった b 十七は、より高性能の b 五十二ストラトフォートレスや、 B-58 ハスラーの収益、配備が進むにつれて、順次退役し、爆撃機としての実戦投入はないままに、ベトナム戦争初期の1965年に、最終機が退役した。なお、偵察機型の RB-47 は、ソビート連邦などの東側諸国への偵察任務に、使用された。B-47A3 面図。ありがとうございます。